山下修二は日本の CM プロデューサー、映画プロデューサー、実業家。本名は、秀でだが、修二と読ませることも多い。東京生まれ、東京大学卒業後、電通に入社。その後、電通を退社して独立。現在は、ブレスホールディングス取締役、SOKET、OK、の CM 事業本部長。ACC 賞をはじめとする、CM 界の受賞歴多数。 芸能界や映画界に多数の人脈を持つ。これまで制作した CM は、資生堂、トヨタ自動車、アサヒビール、任天堂ソフトバンク、ソニー、三井不動産、水保銀行、日本生命など様々な業界に及ぶ。また多くの映画もプロデュースしており、数々のヒット作を生み出している。最近は、テレビのドラマや、 バラエティや音楽番組などのプロデュースも手掛けている。新人を発掘して CM やテレビに出演させ、それをきっかけに本格的に売り出す手法を得意とし、これまでに数多くのタレントやモデルをデビューさせている。大手芸能プロダクションや音楽事務所との強いパイプがあり、日本のトップクラスの芸能人やアーティストたちと信仰があることでも知られている。 フランス人と日本人のファッションモデルとの間に2度の離婚歴がある。ありがとうございます。